はい、平成31年、4月の、あ、ごめんなさい、3月29日ですね。今日から全国一斉に県議会議員選挙のがスタートしておりまして、娘の病院が新松戸駅の病院なので、松戸のポスターを見る機会があったので、ね、取材をさせております。ポスター紹介をしていきたいと思います。4月7日投票日、 NHK から国民守る党は今回は立候補しないという判断をしました。もしね、昨年11月のですね、市議会議員選挙で、中村典子と関雄一の2人の票を出したら5000票を超えるというような結果が出るようでしたら、この県議会議員選挙にも挑戦しようという思いはあったんですが、まあ、2人の票を足して、3300票ということだったので、今回は見送りをさせていただいております。ということで千葉県の県議会議員選挙、県議会議員を決めるんですが、松戸市からは7人が当選すると、立候補している人が8人ということで、1人しか落ちないということになります。紹介していきますと、1番、自民党公認川上茂さん、まあ、前回2万票ぐらいでも当選確実の方です。そして2番、日本共産党三輪芳美さん、この方も現職、ちなみに8人全員が前回も立候補している方で、そういう意味ではこの中で現職でないのはこの河合さんだけになるんですが、もうね、代わり映えしないというかね、自民党の現職の方当選確実、そして共産党の宮さん現職の方、この方ももう当選確実です。1人しか出してないので、共産党はだいたい松戸市では2万票ぐらいを集める余裕があります。そしてこちらの立憲民主党になっていますが、今回から安藤淳子さん、前回は民主党公認で当選されております。今回も、まあ、ここはね、松戸市は、立憲民主党のあの人、生方さんだったかな。あ、こんにちは、どうも。ちょっといいですか、ちょっと出ないです、すみません。はい、ちょっとポスターちょっと撮影してるの、ごめんなさい。立憲民主党でここはもう生方さんが強いので、当選確実だと思います。そして、松戸市は公明党の方がお二人出ています。公明党の秋林隆さん、この方も現職ですね。で、公明党は松戸市でちょうど3万票ぐらいの票が取れます。きれいにこの秋林さんが 1万5000票取るということになります。まあ、同じ順番じゃなくなるんですが、藤井博之さん、こちらも公明党の方で、このお二人がそれぞれ1万5000票ずつを分け合うという形になります。ということで、自民党の川上さん、そして共産党の宮さん、立憲民主党の安藤さん、そして公明党の秋林さんと藤井さん、この5人はもう間違いなく当選確実となります。はい、残りこの8人の中、3人の中から1人が落選するという実質上の選挙になります。河合智則さん、ね、去年の6月のですね、松戸市長選挙に立候補された方で、もともと彼は元職ですね。8年前の選挙でみんなの党公認で当選してるはずなんですね。で、4年前は辞典ということ で市長選では2万8000票で、お父様がもともと市長で、市長さんなので、僕はね、今回、前回河合さん落選したんですが、僕は今回河合さんは当選するんじゃないかと見ています。で、もう一人落選する可能性のある方が本生さん、前回自民党の公認だったんですが、今回自民党の推薦となっています。で、前回1万2000票で、まあ、ギリギリ7番目の当選だったんですが、本生さんも落選の可能性はあります。で、もう一人現職なんですが、まあ、本生さんも現職で、この松戸さん、松戸市の松戸さんっていうんですね、すごいな、松戸市生まれで松戸さんっていう方なんですね。お会いしたことあるんですが、前回4年前は1万5000票ぐらい、6000票ぐらいかな、結構上位で当選してるんですが、4年前は維新の会だったんですね。で、日本維新の会の公認から今回この国民民主党に変わっているために、相当危ないんじゃないかなと思ってます。まあ、自民党の浮動票も、こちらの本生さんも自民党が今非常に弱くなってきているので、前回1万2000票で、特に公認から推薦に変わっていますから、本生さんも危ないような気はしますし、やっぱり国民民主党、前回やっぱり松戸さんは維新の会でしたから、
不動票を相当もらっての1万6000票だったかな。ということで僕は松戸さんも票を落とすし本生さんも票を落とすし、そんな中で前回落選されてる河合さんは市長選で出てるっていうのが、まあ、市長選で出てるっていうか、まあ、市長選でやっぱり2万8000票も取ってるっていうのは、これはね4人しか出てないくて今回8人出てるんでね、単純計算すると半分になっても1万4000票なんで、当選ラインが今回ちょっとね、前回は4年前はここに社民党の人がもう一人出てたんですけど4000票ぐらい取ってたんですが、社民党の人が出なくて本当誰が落ちるのかっていうと河合さんか本生さんか松戸さんというふうに僕は読んでますが、僕の読み、ごめんなさいね、松戸さんが一番落選、やっぱり不動票が前回あって今回不動票がないっていうのは基礎票がないんじゃないかなと。で本生さんは前回1万2000円で最下位だったので、逆にこういう人って、もう危ないって分かってるので相当されてるんじゃないかな、活動と思います。で河合さんは、まあ、元職で、まあどうだろうな、まあでも僕は河合さんは意外にやっぱり1万票は絶対超えてくると思うので、まあ超えてくるとまあ当たり前なんですけど、僕はね今回こうやっぱ河合さんが一番この3人の中では前回落選されてるんですけど、河合さんが一番可能性が高いかなとは思っています。で、ちょっとねやっぱり維新の会から国民民主党にっていうのは松田さん厳しいかなと、まあ、もちろん本生さんの落選の可能性、とりあえずこの3人の中から誰かであって残りの5人は間違いないと思います。ちなみにちょっとポスターを見てるとね、ちょっと気になるのはこんなのそれこそ関係ないんじゃないかな、2020年オリンピック松戸市内に聖火ランナーを走らせようって、僕すごいこういうのって、違和感を覚えますね、これ選んでるのは千葉県の議員であって松戸市の議員を選んでるわけでもないし、仮に松戸に聖火ランナー走らせる意味って何かあるんですかね、あんまりちょっとよくわからないですけど、そもそも松戸の聖火ランナー走っても松戸市民が走れるわけでも何でもないんですけどね、ちょっと公約というかポスター、まあ、ほとんどのところが、まあ、これもある意味関係ないか、ね、県のあれに消費税 10% ストップってあんまり関係ないっちゃ関係ないかもからないですけどね、まあまあまあいいか、ということでちょっとね、通りかかったんで松戸市 の, ポスあの県議会議員選挙のポスター紹介をさせていただきました、ね、NHK から国民を守る党は県議会議員選挙は、兵庫県の伊丹市と高塚市それぞれ、原と田中というものが立候補しております、そして、本腰を入れているのが沖縄、ごめんなさい、岡山県の倉敷市であります浜田聡現役のドクターが立候補させていただいておりますので、倉敷市民の皆さん浜田聡に投票いただきますようお願い申し上げます。以上です。松戸市より NHK をぶっ壊す。